これはうちの父親ね、笠原健がよく作って、子供の頃ご飯に乗っけて食べたりとか、これでおにぎり作ってもらうのが好きでね、ごぼうのコリコリとね、椎茸の風味があって、で鶏の旨味も出てて、いろんなのに使い回せて便利。これ多分キングオブ常備菜だよな。ああどうも、マイナス40度の世界ではバナナで釘が打てます。笠原です。よろしくお願いします。CM で、CM、うん、あれも子供心にやりたくてね、お袋にこれ冷凍庫で凍らせてやっていいかって怒られたことあるからね。食べ物をそんな遊びに使うんじゃありません。お袋に怒られた記憶が今蘇ってきました。まあ、一応ほら情報として、ね、マイナス40度の世界ではバナナで釘が打てるんだよってことで、一応はちょっと言っとかないと。はい、中澤さん、はい、今日は何ですか。今日はね、高橋君、いいことを教えてあげようか、はい、昨日家帰ったらリビングに長女が買ってきたアンアンが置いてあった。うん、やっぱアンアン気になって見ちゃうのね、はい、ついつい。そしたらね、いよいよ2024年常備菜上手な男がモテるって来たと思ったね。やっと2024俺の出番だと思った。やっぱよく読むと、もうね、最近の若い女の子、もう常備菜が上手な男にしか目がいかないって。前なんか牛丼系男子ですよ。まあ、あれでもう去年かなんかの話でしょ。あの高橋君ダメだ、もっと時代に敏感にならなきゃ。今日ね、最強の常備菜をお教えする。最強の常備菜、うん、どんな常備菜を作るかというと、これもね、私の父親笠原健が得意としてた。で、僕もそれをね、子供の頃から食べてて本当に大好き。親父のレシピをそのまま受け継いだね、万能鶏味噌でございます。鶏味噌、鶏のひき肉、そこに、まあ、うちのね、父親笠原健のレシピだとね、ごぼうと椎茸を入れたね。まあこれは美味しい。作っておくと、子供の頃からこれ大好きだった万能鶏味噌を今日は作りたいと思います。使う具材としては本当簡単ね、鶏のひき肉で、鶏のひき肉でできたらね、ももがいいです。うん、しっかりした味付けのお味噌になるんで、あっさりした胸肉よりもちょっと脂の旨味のあるもも肉の方が僕は美味しいと思います。あともうごぼう、椎茸ね、両方ともみじん切りにして使いますんで、まあ椎茸ね、いつもやってるようにこの硬いここだけね、ここ本当硬いんで、ここだけ落とします。そしたらあとはね、軸もちゃんと使いましょうね。他のキノコを入れても美味しいんだけど、やっぱこの味噌にはね、椎茸が合う気がするな。うん、なんか他のね、舞茸とかしめじとかで作ってみたこともあるんだけれども、やっぱこの椎茸の風味が合うね。ちょっとみじん切りになってればいいですから、そこまであのね、デリケートにならないで細かくみじん切りにしちゃってください。いやー、この軸の部分は美味しいから捨てちゃダメよ。多分あれよ、常備菜好き女子たちはここも見てると思うよ。椎茸の軸捨てるの？キモーイとか言われちゃうかもしれない。キモーイ、うん、気をつけないとね。軸も無駄なく使ってくださいよ。の方も、そうね、玉ねぎ、うん、ちょっと最後の方がつながってる方が作業はしやすいかなと。まあ、これぐらい細かくね。ただちょっとこうね、サイズにばらつきがあっても、それはそれでちょっと食感の変化になって面白いかなと思うんでね、そこまでデリケートにならなくても大丈夫です。まあ、こんな感じでね、みじん切りにしました。であとごぼうでございますね。ごぼうも同じようにみじん切りにしますんで、まあ細く切ろうね。
ごぼうもこれぐらいでいいですかね。まあごぼうはね、あんまりちょっと大きいと火の通りにちょっと時間かかるお野菜ですからね。椎茸よりはちょっときちんとみじん切りにしていただきたいと思います。はい、今こんな感じ。それでね、これはね、このごぼうのね、独特のね、土の香りを生かしたいので、もうあえてね、水にさらさなくて結構です。もう切ったらそのまま使います。少しね、やっぱ色は変色してきますけれども、ここはもうそんなに気にしなくていいです。あえて今日はこのごぼうのね、ワイルドな風味をそのまま生かすということで、水にさらさず使います。入れる具材はまずこれね、ひき肉、しいたけ、ごぼうと揃って、だとね、ベースになるね、お味噌の方をね、ここで合わせちゃいたいと思います。使うね、お味噌はね、できたこの2種類使ってほしいのね。まずこの普通の信州味噌系のこのね、単色のお味噌、あとこれ赤味噌ね、この2種類ブレンドします。まあ、赤味噌がないわって方はこの普通のね、多分一般的な家庭は大体このお味噌かなと思うんですけども、これだけでも作れるんですけれども、やっぱ赤味噌入った方がコクが出て美味しいですから、まあ、この2種類でね、いっていただきたい。味噌が2種類、あとお砂糖ね、結構たっぷり入ります。お砂糖ちょっと甘く見えますけれども、砂糖がたくさん入ることによって日持ちもしますから。あとこれお酒です。お酒、これでね、さらにね、ここにね、入れるのがね、卵を入れます。卵を入れるんですけれども、全部は使わないでね、卵の黄身だけ使います。で、卵白はね、取っといて他のお料理とかに使ってくださいね。無駄なく使ってください。卵白は冷凍効きますからね、冷凍して取っといて他のお料理に使いましょう。そしたらこれをね、よーくまんべんなくね、全体が均一になるまで混ぜ合わせておいてください。ね、こんな感じ。完全に砂糖が溶けて全体が滑らかになるまで混ぜ合わせておいてください。じゃあこれで一応お味噌を練るね、準備は整いました。ね、ここまで準備したら火元に行きたいと思います。はい、そしたらね、鶏味噌を練っていきたいと思いますけれどもね。今日ね、ちょうどね、冷蔵庫からじゃがいもが出てきたんで、じゃがいも茹でて、そこに鶏味噌かけようかなと思って、ちょっと横で茹でておきますからね。これじゃがいもはもう皮むいて、一口大に切って、で、お水にちょっとお塩入れてね、ひたひたで、もうただ柔らかくなるまでこれ茹でるだけだから、火にかけておきましょう。で、こっちのフライパンの方でお味噌を練っていきます。まずフライパンにサラダ油入れますね。で、火加減は中火で、まずね、ひき肉をこう入れて炒めていきましょう。ひき肉が半分ぐらいほぐれてきたら、まだちょっとね、生っぽさが残るぐらいのうちでもうお野菜を入れてっちゃいますよね。ごぼう、しいたけ、鶏のひき肉からだんだんね、油が出てくるのね、ちゃんと火が通ると。で、テカ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 してくるんで、それぐらいがこうね、あ、ちょうど炒まったなっていう目安です。ひき肉はね、しっかり炒めないとね、ちょっと肉臭さが残るんでね、テカリが出てくるまで炒めるね。これ目安。まあ今日はこうね、かなり細かく切ってるから、ごぼうとかもこれぐらい炒めれば火は通るんでね。ね、これぐらいまで、ちょっとテカッとした感じが出るぐらいまでね、炒めましたら、火はちょっとここで一回弱くして、お味噌を入れていきますね。で、ここにさっきこう混ぜといたお味噌を全部入れちゃいます。どうそしたらこの味噌が焦げないようにこうね、しっかりとこうやってここから練っていってあげてください。で、これ火加減が強いと、まあ、味噌が焦げるのと、あと卵の黄身が入ってるからね、卵の黄身にね、火が入ってボソボソになっちゃうんで、最初の火加減はちょっと弱めで、今まだ全然こうシャバシャバでしょ。これがね、だん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 こう卵に火が入ってもうちょっと固くなってくる。それぐらいまでこうまんべんなくそこをこうやって擦りながら火を入れていくイメージね。
このね、卵の黄身を入れて、まあ、お酒とかお砂糖とかね、お味噌とか混ぜて、こうやって一回練ってね、火を入れる玉味噌っていうのが、これ日本料理ではよくやる技法なんですよ。赤味噌で作る場合もあるし、白味噌で作る場合もあるし、でその卵を入れたお味噌を作っといて、でそれをベースにね、そこに例えばお酢とからしを入れて、からし酢味噌にしたりとか、それをこうお出汁で伸ばして柔らかくして、あのほら、田楽ってあるでしょ、甘い味噌がかかってる。こんにゃくの田楽とか、あと風呂吹き大根とかね、それのお味噌にしたりとか。だから今回はその日本料理の玉味噌の中にひき肉とかお野菜が入ってるっていうようなイメージのね、お味噌です。ほら、こうちょっとふつふつしてきたでしょ。そしたらもう本当にこの滑らかになるようにね。あとこう縁の方もこうちゃんとこそげてね、焦げつかないように。とにかくこう底をこすってね。側面もこうやってこそげながら火を入れていく。どん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 元のお味噌ぐらいの硬さにね、ポテッとなるぐらいまで硬くなってくるから。これね、お父さんが作られてる。そう、これはうちの父親ね、笠原健がよく作って、だからね、必ずこれお店にあったね。うん、常にお店にあった。これは子供の頃ほんとこれご飯に乗っけて食べたりとか、これでおにぎり作ってもらうのが好きでね。うん、これにあの普通にあのね、きゅうり添えて出して、こうもろきゅうみたいにして食べたりとか。これなんかね、お中元だかお歳暮だか、なんかそういう時期になるとこれを大量に作ってお客さんにあげてて、お土産用のパックに詰めて。うん、だそれぐらいお客さんからも人気があったね、これね。うん、お土産で欲しいっていう声があったんだろうね。だからそういう風にお客さんにもあげてたんじゃない。うん、いい感じ。ほら、だいぶ元のお味噌ぐらいな、これやともうフライパンの底が見えるぐらいになってきたでしょ。これぐらいかな、目安としては。でこれでしっかりね、火を入れることによって日持ちも良くなるから、これね、これね、作っといたらね、だいたいね、冷蔵庫でね、2週間は大丈夫よ。やっぱあれだね、お正月なんかこれお餅にも乗っけてたね。うん、お餅に乗っけて食べるのも好きだったわ。美味しかったわ。さあ、もういいかな。もうほんと、もうほぼこうやったらフライパンの底にこうやってね、線がつくでしょ。もうこれぐらいだね。はい、じゃあこれぐらいで火は止めましょう。こんな感じです。まあ今日はじゃがいもこれね、おまけですけれども、まあ串がスーッと刺さるぐらいまでこうやって火をね入れましたら、さあこれ一回ちょっとね、お水は捨てて、それで少しこうね、ポテトサラダの時もやりましたけど、こうちょっとこう空入りして粉吹き状態にしておきましょうかね。こうやって茹でた後にこうちょっとね、お湯を捨てて空入りしてあげると水気が飛んでホクホクで美味しくなりますから。お鍋が本当にこうね、粉吹いた状態になったらもうこれで完成ね。はい、じゃあじゃがいもも出来上がりました。はい、そしたらね、味噌もね入れ上がりまして、まあ今日はね、たまたまじゃがいもあったんでね、じゃがいも粉吹き芋にしました。でね、これお味噌はね、練り上がったら最後仕上げにね、ごま入れといてあげると美味しいんで、パラパラパラと、これもお好みの量をね、パラパラと入れときます。このお味噌は今日はね、もう一番シンプルな作り方をしたんで、味付けもいろいろアレンジ効くね。あの辛いのが好きな方は少し豆板醤入れたりとか、あとあの七味とか一味とか入れたりとか、あと香り系のものでいったら、あの粉山椒を入れても美味しいね。柚子胡椒なんかで辛くしても美味しいね。まあその辺はいろいろ皆さんお好みでね。よいしょ、まあ、こんな感じにちょこんとね、お味噌だけを、まあ、今日まだ出来たてでこれ熱々だけど、これ冷ましてね、冷蔵庫に入れとけば、もう本当になんかちょっと一品欲しいって時にぴったりですよ。ね、こんな感じでシンプルに、まあお味噌だけで出して、ご飯のお供にしてもいいし、まあちょっとこんな茹でたじゃがいもにかけても美味しいね。大根でもいいし、カブなんかでもいいね。あとはもうあのレタスで巻いて食べたりとかしても美味しいよ、これ。甘めだからね、お子様も絶対好きだと。もうとにかく作っとくとね、いろんなのに使い回せて便利ね。じゃあこんな感じでどうですか。万能鶏味噌の出来上がりです。
いやなんか久々にねこれ作りましたけれども、親父の鶏味噌、子供の頃思い出すね。ではいただきます。まずじゃあちょっとお味噌だけを。うん、この味だね。これちょっと甘いんだけれども、ごぼうのコリコリとね、椎茸の風味があって、で鶏の旨味も出てて、これ美味しいね。いやこれはほんとちっちゃい頃これでご飯食べるの好きだったわね。おにぎりにもしたし、あとあれだ、うどんに絡めてジャージャー麺みたいにして食べたりもしてたね。これやっぱ子供の頃ね、これでご飯ばっか食べてたけど、この年になるとやっぱしこれでビールかな。うん、よしきビールかも。ちょっともう英語が出ちゃった今、なぜか。ありがとう。あー美味しいわこれ。この味噌のね甘じょっぱさと、このポテトのホクホクで、今口の水分なくなってたから。いやこれ美味しい。どうぞ勉強して。これうちの父親の秘伝の味、鶏味噌。いいでしょ、このごぼうの食感と椎茸の旨味と。これは箸が止まらなくなりますか。ご飯も炊いときゃよかったな。これだったら一生食べれるんじゃないか。全然食べろなあ。常備菜男子になりますか。これ多分キングオブ常備菜だよな。なあ。これ持ってたらもうあんあん女子ほっとかないよ。この鶏味噌持ってちょっとシャツのボタンをこの辺まではだけて、俺表紙になると思う。あんあんの。ブニョなんじゃなかった。ブニョブニョなんじゃ。うん、ブニョブニョ。ダメですあ。でもこの辺までだから。あそこまで大丈夫。もしくはもうこの辺はの鶏味噌で隠すから。すっごい量の鶏味噌で、俺が表紙になってたら長女もびっくりするんだろうな。パパ高橋くんもちょっと覚えておいた方がいいよ。常備菜の 2,3 品ぐらいを俺教えてあげるからさ。まあ早速今日鶏味噌作った方がいいよ。家帰って作ります。ちょっとさ、白いシャツとか鶏味噌がちょっとついてるぐらいがセクシーなんじゃないこれ。ちょっとね汚れちゃって、もう俺ぐらいになったらもう多分白いタキシードだね。白いタキシードでちょっと鶏味噌で汚れちゃったみたいな。あこれだ。